はい、どうも、ピチピチなテクタンと申します。ドラゴンクエスト7実況プレイパート24、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回までね、ちょっとパート数がかなりずれてたと思います。お許しください。ということで、こちら、落ちたフーリッシュの街ですね。うん。ここをちょっと探索というかお話とかちょっと聞けてないんで、ちょっとここのね、お話を聞いていきたいと思います。はい。じゃあどうしよっかな。この中のところからちょっと話聞いていこうか。落ちてしまったんです。あれだけいた兵士たちがほとんどやられてしまった。我々ではもうからくり兵を止めることはできない。数も多そうやしね。ヒックヒックグス。今ここでちょっと中で休んでる感じか。おい、目を開けろ。死んじまったらダメだ。お前と俺で兵士長の座を取り合うって約束したろ。お前が死んじまったら、俺が簡単に兵士長になっちまうぜ。それじゃ面白くないだろ。そうだろ。おい、返事しろっておい。戦友なんやね。そうなん。もう。また、わしみたいな年寄りが生き残ってしまったよ。わしにどうしろというのか。いやー、これは。料理なんか作っても誰もろくに食べようとしないんだよ。死んじまった連中の分も食べてやろうって気になれないもんかね。まあ、絶望もするけど、残された命を大事にしてほしいとは思うよね。同じような棺桶かな。いやー、ちょっと前までほんまにちょっと前までさ、元気というかそんな感じやったのに、なんとかならんかったもんかねーって感じやけど、もうちょっとさ、テクシがここにいる間になんとかなってたらよかったかもしれへんけど。犬ちゃん。キャンキャンキャン。なんてこった。こんな光景見たくなかったよ。そらそうやわな。いらっしゃい。ここは武器の店だ。なんか強くなる武器あるかな。木槌ぐらいか。いや、石の斧がすごい強いな。ちょっと売ってみますね、いろいろ。なんとかギリギリでもないか。まあ、お金足りたんで。石の斧。買います。どうしよっかな。いや、ガボにつけようか。キーファは、炎の、でもあっちも攻撃力依存かもしれへんな、特技やから。うん。じゃあ、銅の剣を外してって感じで。うん。で、この方防具屋やんね。防具の方にしとけばよかったかな。まあ、いっか、そんなこと言ってもしゃあないしね。ありがとうございます。これでなんとかしてくるよ。ここの建物は、入ってないね。オッケーオッケー、入りましょう。痛いよ。攻撃されちゃったんや。私の持ってる薬草なんかじゃもうとても追いつかないんですよ。ここは道具屋です。なるほどね。ねえ、しっかりしてよ。もう一回あいつらが来たらどうすんのよ。大丈夫、なんとかするからさ。無理言わせんといてあげて。まあ、そら気持ちもわかるけどさ。この町はもうおしまいか。わしは十分生きたが他の者たちは。まだまだやりたいこともたくさんあったじゃろうに。まあ、確かに若い人たちが死んでいくのを見るのも辛いけどさ。そのおじいさんおばあさんにそういう、話をされるとすごく悲しいよね。そのからくり兵もさ、自分たちを守るためとかそういう目的とか多分ないんかな、ないわけでしょ。やとしたらね、なんかほんまに無駄な戦いっていう感じがするからさ、まあ、あんまり背景も分かりきった話じゃないけどね、ここの。お助けお金ならいくらでもあります。あげます。いらんよ。大事に持っとき。いつか役に立つ時が来ると思うから、こっちのホイミとかでなんとかね、なるんやったりけど、これお掃除ロボガーガー。あらかたお話はできたかな？じゃあ、これね、こっちに来たのは、セーブをするためで、本来ここに目的が、ありまして、ここでね、作戦会議をしましょうってことをやったはずなんで、もうしばらくしたら作戦会議が始まるそうだ。これが最後の会議になるといいな。あ、悪い意味じゃないよ。これで決着をつけようってことね。わかるよ、わかるよ。大丈夫、心配せんでも。テクシたちがさっきの戦いご苦労だったな。あと少しのところで城の中にカラクリ兵の侵入を許してしまうところであった。入ってこんでよかった。ねえねえ、あなたも見たでしょ？ゼボットさんのカラクリ兵が活躍する様を。僕の思った通り、ゼボットさんの力はこの危機に必要だったんですよ。でもなんとか来てくれてよかった。これ来てくれへんかったらもうどうしようもなかったもんね。あれどうしたらいいんや？挨拶。ちょっと可愛い。兵になったカラクリ兵には俺がちゃんととどめを刺しておいたぜ。そしたらなんか、トラットさんとゼボットさんにダブルで怒られちまってやれやれだぜ。あかんの？カラクリ兵、完全に壊すのは良くないってこと？ここで気を抜くわけにはいかぬ。すぐにでも次のカラクリ兵が襲ってくるだろう。しかし、城の兵たちも傷つき、戦力はかなり落ちてしまった。次は持ちこたえられるか。確かにな。疲れるもんね、普通に。こいつ本当に大丈夫なのか？突然攻撃とか言って襲いかかってきたりしないだろうな。それは怖い。いやあ、あんたたちか。昨日は本当に助かったよ。あんたたちがあのカラクリ兵をやっつけてくれなければ今頃この城は。俺たちだって普通の人間だぜ。確かに。要は気合の問題だよな。そうだろう、テクシー。強くなったもんね。もともとほんまに平和な村の子供やったとは思えんぐらい。私たちに任せておけば何にも心配いらないわよ。ただこれどうするん？でもここで話したはずやんね、確か。あれ、詰め所でなんか作戦会議っていう話じゃなかったっけ？違うっけ？詰め所以外に行った方がいいとこ、宿で一晩休んだ方がいい。いや、でも一晩休んでもしゃあないよね。どこに今、おるんや？もしかしてあっちに帰ったんかな？めっちゃおるね。あっちの研究所の方に帰ったんかな？こんな近くでこいつを見るのは初めてだぜ。こんなもんが歩き回ってるなんて、見れば見えるほど納得いかないもんがあるぞ。全部カラクリ兵か。じゃあちょっと向こうの方行ってみようかな。いたわここにいたんか。諸君のおかげでこの城は守られたと聞く。礼を言うぞ、テクシー。どういたしまして。だが、守るための戦いはもう終わりにするのだ。ゼボットの改造したカラクリ兵の力は諸君も見ただろう。見た！あの力を使えば敵のアジトへ乗り込むことも決して不可能ではない。そのための作戦を急いで練らねばならんのだ。作戦会議の準備をするように詰め所のヘインズに伝えておいてくれ。向こう大丈夫そうやったで。こいつもダメだな。僕じゃもう直せない。あのバカ兵士め。壊しちゃったやつか。あいつの仲間が増やせるかもしれないと思って、道具まで運んできたってのに。怪我した兵士たちをこの部屋から追い出すってのは、なかなか面白かったがな。ひどいこと言うな。このカラクリ兵は一体誰がどうやって作ったのか全然知らんよ。だろうな。こいつはとても人間なんかに作れる代物じゃない。こいつはおそらく魔の力を持つ者が作ったんだろうな。だからこそ全てを壊し人を襲う。全ての黒幕がここにやったっていう感じね。本当に哀れでかわいそうなのはこいつらさ。この国の人間たちじゃない。いや、この国の人間もかわいそうやと思うで。別に、なんやろ、ロボットがかわいそうやから、カラクリがかわいそうやから人間はかわいそうじゃないっていう、そういう話ではないと思う。ヘインズさん、いいみたいよ、作戦会議。すぐに呼んできてくれ。今話してきたところやのに。使い走り。何？そうか、わかった。ではすぐに会議を始めよう。諸君も来てくれ。言ってたよ。じゃあ作戦会議。行きますかはついに、このアジトに乗り込むんやね。ドキドキ。ああ、このトラットさんに話しかけたり。うむ、来たな、テクシ。では、作戦会議を始めよう。うん。囲うように並ばんでいい。昨日ついにこの城がカラクリ兵どもに襲われる事態となったが、皆の力とゼボットのカラクリ兵のおかげでなんとかしのぐことができた。しかしすぐに新たなカラクリ兵がやってくることは明白である。そうね。そこで我々は一気に敵カラクリ兵の拠点を叩くべく行動を起こしたい。そわそわ。ゼボットのカラクリ兵には敵カラクリ兵の動きを狂わせる力がある。これを使えば敵カラクリ兵に阻まれずに拠点に侵入できるはずだ。敵からって呼んでも、でもそしたらクリ兵になっちゃうからなんかわけわからへんもんね。そして拠点に潜んでいるであろう敵の親玉を叩く。そうすればこの国は救われる。よっしゃ、救ってみせようやないか。おお。そこでテクシ、諸君には私たちと共に拠点へ赴いてもらいたい。兵士長殿、我々はついていてはもらえない、連れて行ってはもらえないのですか？行かへんの？ああ、そっか、城の守りも大事やからね。諸君には城を頼む。入れ違いに敵からクリ兵が襲ってくるかもしれんからな。これは潜入作戦となる。人数は少ない方が良い。良いな、テクシ。オッケー、任されよ。よし、テクシたちは先行部隊となって敵の拠点、なんか、おとりみたいな感じにされたりしてない？そんなことない？敵拠点はフォーリッシュの東にある。私はゼボットのからくり兵を連れて後を追う。会議は終了。各人は、城の守りを固めてくれ。みんな頼んだぞ。あいえいさー、は。まあ、やるしかない。私はゼボットと話をしてくる。できるだけ早く出発したい。用意ができたら声をかけてくれ。用意は大丈夫よ。特に。間違えたー。地図が見たいんじゃない？テクシ頼んだぞ。お前たちが敵の親玉を倒せばこの戦いは終わるのだ。任せて。じゃ、はよ行こう。もうはよ行こう。今すぐにでも。用意できてる。黄色くなってる。テクシか。出発の準備は、用意はできたようだな。だがもうしばらく待ってくれ。ゼボットがカラクリ兵の調整をしているのだ。あ、そう？それにしてもこいつの動力源は一体何なんだ？永久に動き続ける装置。この装置の謎が解ければ、僕の夢は叶うのか。永遠の命が。ああ、そういう感じか。よし、エリー。もういいよ。トラッと調整。エリーって名前つけてる。もしかしてなんかあれかな。お嫁さんがエリーやったんかな。私の名前、エリー。エリーです。よろしくね。なんかありそうやな。だから心すっと出してもとんかな。それにしても、ああ、そうね。あのメイドにエリーっていう名前ついてなかったっけ？最初。やはりまだあの時のことを忘れることはできんのだな。エリーはもういないというのに。何にやられたんやろ。カラクリなんかな。どうなんやろ。ゼボットカラクリ兵は借りていくぞ。いいな。僕も行くぞ。エリーを一人にはしておけない。勝手にしろ。お前の命の保証はできんからな。お前が守れた命など、今までにいくつあった？言い争いしない、ここで。二人があの調子はなんだか先が思いやられるな。エリーって一体誰なのかしら？気になる。でもあんま突っ込んで聞いちゃダメよ。多分お嫁さんか婚約者か。まあそこ以来とも年齢的にお嫁さんっぽい感じはするけど。そんなにだってめっちゃ歳いってるっていう感じで、どこやったっけ？トサカヘビが強い。強い。早速ちょっと本意味をかけましょう。うん。もうちょい下の方、これか。来たよ、ついに。どこにいはるんやろ。とりあえずぐるーっと回ってみるか。どこ？いる？ちゃんといてくれてる？どこ？もう下行ってる？もしかして。あれ？降りれる？これ。降りれへんよね。あれ？降りれない。あ？おい、あんたらそれ以上進んじゃダメだ。早くこっちへ。いや、だって私ら、まったく奴らに見つかったらどうするつもりなんだ。え、見つかってる？もしかして大丈夫？動いた。あ、出てくる。え、今からこれ、わあ。あ、ここから降りれるんか。なるほど。あ、今、え、もしかしてこれ、どうやら奴らには気づかれなかったようだな。あんたらは一体何者だ？旅人じゃん、ってわけじゃなさそうだが、まあ、旅人ではあるけど、傭兵ではあります。あそこはカラクリ兵のアジト。え？そんな今言われても、あんたら数人いたところで、え？待って、ゼボトさんとかは？だから見張りの邪魔をせずにフォロット城へ戻ってくれ。え、これ何度行ってももしかして、ダメ。あ、出ちゃった。あれ？え、でももしかしてさ、フォーリッシュとか、フォロット城に、なんかもう、行ってたりとかせえへんかな？どうやろう。あー。ちょっとなんかフラグ足りてないかもしれへんね。ダメだじゃあ、とりあえず、フォーリッシュの方が近いから先にちょっとここ戻ってきました。どっかにおるんかもしれへん。うん。ちょっと一回、せっかくやからね。止まっておいて、ちょっといろいろ動き回って探してみますね。いたわ、普通に。あれ、いたっけ？元から。あれ？最後の戦いに赴くというには寂しい見送りだが、それでもいた仕方ない。手口も皆に挨拶しておくがいいな。あれだけのカラクリ兵を積み上げ、操る力には興味がある。敵の親玉がそんな力を持っているとすればだがな。いても立ってもいられなくて見送りに来ちゃったよ。あんたたちも行くんだろ？あのカラクリ兵のアジトとかに頑張っておくれよ。行ってくる、頑張る！ふうもあれがゼボットさんの作ったカラクリ兵なのか。見たところ敵のカラクリ兵と変わんねえみたいだけどな。それにたった一体だけじゃな。音が大事やからね。とりあえず一体おれば十分なんじゃないかな。この城の守りはわしらに任せておけ。お前たちは余計なことは気にせず敵の親玉の首を取ることだけ考えろ。敵のアジトへ乗り込むのにたったこれだけの人数で大丈夫なの？え、結構おると思うけど、そんなことないんかな？その言葉信じていいのね。わかったわ。頑張ってね。エリーに任せるから。メモリー確認おはようございます、テクシさん。あら、かわいい。勇敢にもして赴くあなたのために歌うことをお許しください。おー、戦いに赴く勇敢なるもの。その名、テクシ。その名は、永遠に皆の心に刻まれる。ほんまか？ほんまやな、刻んどいてよ。敵の親玉か。一体どんなやつなんだろう。カラクリの化け物か、それとも、ゼボットさんみたいなカラクリ技師だったりしてな。にしては使い方が悪いな。敵の親玉と会ったら一言言っといてくれよ。このバカ野郎ってな、オッケー、伝えとく。任せて。うん。もう片話したと思うんやけど、どうまだなんかしとくことある？ではそろそろ、あ、オッケー。一旦フォーリッシュでお茶を。あ、そうな、オッケー。一回フォーリッシュに行くんね。兵士長殿、良い知らせをお待ちしていますぞ。しっかりね。じゃあ私らもフォーリッシュ行きましょう。頑張ってね。お前ら絶対生きて帰ってこいよ。はい、じゃあ一回フォーリッシュに来まして、特に話すことない？兵士長殿に聞いたぜ。あんたらカラクリ兵のアジトに乗り込むんだってな。頼むぜ。俺たちの敵を売ってきてくれよな。任せろ！どこにおるんやろ？とりあえずさ、なんか危険ではないけどなんかあれな気するから、セーブはしときたい。うん。一回ちょっとセーブをしておきましょう。はい。落ち合おうって言われたけど、どこにおるんやろ？なんか、普通に正面玄関っていうか正面におるかなって思ったけど、そういうわけではないんかな。まあ、ちょっと、適当に。あ、間違えましたー。失礼しました。またやってしもうた。でを、どこにいるかっていう話よね。違う？あ、この人はゼボットさんか。うわ、なんだお前たちが脅かすな。なんでこんなところにいるかだと？この町の奴らにエリーの姿は刺激が強すぎるだろ。だからこんな町の外れで、町ぼうけさ。あれ、兵士長がどこにおるかは、教えてくれへんの？パッと見た感じは、いい品。といえども見た目が、なんか一緒やから、なんとも言えへんけど、この入り口の人は話しかけた。この人かな？もしかして。さっきだっておらんくなかった？なんか兵っぽい人には、あ、ここにおった人かねえ、あなたって言われとった人ね。その人かもしれへん。いつまでも寝てられないさ。オッケー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 。オッケー？さっきのあの人か。ちょっとグラが違うかったら分かりやすいんやけど、なんか一緒な気するな。もしかしたら違うかもしれへん、よく見たら。ここの中かな？めっちゃ、からくりが。ね、あ、こう囲ってるの。ちょっとかわいい。あ！わかりました。では我々には、この町でお帰りをお待ちしております。あ、見た目ちゃうわ。頼んだぞ。は、ご分をお祈りいたしております。来たよ。トラットさん。テクシたちが、そろそろ出発した方が良い頃だな。私は引き続き、ゼボトと共に敵の拠点へ向かうことにしよう。テクシ諸君らもすぐ出発してくれ。はーい。じゃあ行きましょうか。よし、俺たちもカラクリ兵の拠点へ向かおう。行くぞ、テクシ。オッケー。さあ、カラクリ兵の親玉をぶっ倒しに行こうぜ、テクシ。カラクリ兵の拠点はこの町の東って忘れてない？もう覚えたわよね、テクシー。もう2回行ったことあるからね。さっき迷いましたけどね。間違えて橋まで行っちゃったけど。じゃあ、行きましょう。さすがにもう道、覚えてるよ。割とこのまままっすぐ行けばありました！マリベルをめっちゃ狙うのやめていただきたい。そしてレベルも上がっていただきたい。ほい。よし。じゃあ乗り込みますわよ。お、どこに、今度はいるよね、ちゃんと。よ、お花？草持っていく？どこにおるん？ちょ、待て。裏切られた、もしかして。ゼボットさんとトラットさん、おらんくない？またおらへんの？ねえ、もしかして降りようとしたら後ろから来てくれるパターンかな？よいしょ。じゃあ降りようとしてみる？あれダメだ。それ以上進むな。見ろ。奴らの数が前にも増して、あ！変わってるね、お話が。増えてるんか。連れてかれちゃった。クソ。奴らのアジトがすぐ目の前にあるのに、手も出せないなんて。このままじゃやっぱり、俺たちはみんな、奴らにやられちまうのかな。来たぜおう、テクシ、ショクラの方が先についていたとはさすがだな。兵士長殿、後ろにカラクリ兵が。案ずるな、このカラクリ兵は我々の味方なのだ。このゼボットの協力でな、我々は勝利をもたらす鍵を手に入れたのだよ。我々の勝利。そんなツンってせんといて。よし、テクシ、すぐに、この敵拠点を乗り込むぞ。覚悟はできているな。セーブもしたし、安心よ。まずは私たちが、向かい、敵からくり兵を混乱させる。その隙に諸君らは、外はもう任せていいんやね。拠点内に突入し、親玉を探したし、これを撃て。これ？では作戦開始いくぞ。これ？ウィーンって。普通に戦うんかーい。あ！出しおるね、音。あなたも一緒に戦う？どうする？あ、行っていい？あ、これは一体どうなってるんだ？カラクリ兵の奴らがおかしくなっちまったぞ。そうなんですよ。そういう感じなんですよ。お前おかしい。なんか戦ってるけど。でもどうやら敵はまだこのエリアの存在を知らないようだな。拠点の中までこの電波を妨害電波が届いているかどうかわからんぞ。まあね。妨害音発信。出力 100%。何をしているテクシー。ごめん。行ってくるわ。こうこいつらどうなってる今。ぐるぐる。かわいい。ちょっとかわいい。ぐる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 。ちょっとどいて。入らなあかんの。ダンジョンになってるんかなあ、敵出んの？あー、よかった。レベル上がった。ナイス。キーファね。ヒッピー9上がった。いいですね。普通のダンジョン臭さがちょっとあるね。いやー、ちょっとゴリゴリ削られていくよ。強いよ。カラクリ兵。ガボもね、結構削られちゃったよね。オッケー。ちょっと避けていきたいね、あいつら。結構広いんやな。これどうなってるんやろ。はい、オッケー。踏む感じ？あ、エレベーターなんかなるほど。これはなんじゃい？液体を入れる入れ物のようだが、テクシーには詳しいことはわからなかった。なんか液体があるんかな？こいつらって話したらどうなる？索敵モード侵入者発見攻撃開始！あ、マジで？マジか。まあ、一匹やからいっか。じゃあ、できるだけ喋りかけんようにしよう。あ、消えましたね。これもなんか液体がいるやつ？灯油かなんかオイルみたいなのがあるんかな。別にこれは動かせない。あー、すぐ出る。あ、間違えた。そうね、MP がどんどんなくなっていくわけないけど、エレベーター真ん中のやつまだ乗ってへんねんけど、とりあえずちょっと端から乗ってみるね。これ、上行ってみよう。今んとこ地下1階と、まあ、1階がある感じで、あ、宝じゃん。イエーイ。もらってこう。やったー、250円。得意箱とかもう出てくんの？マジかー。そうなんかー。こっちインパスまだ持ってへんないけど、ルカにって聞く？ギラ。怖えよー、ギラ。聞きます？あ、守備力下がったよ。オッケー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 。あとはじゃあどんどん殴っていくか。やばい攻撃してこんといてよ。あ、26。26は痛いな。そろそろやっつけられてくれへん？まだかー。ギラ、そしてギラ。いや、まだこのターンは耐えれるぞ。うん。オッケーオッケーオッケー。なんとか倒せた。よし、レベルアップ。誰がレベルアップ？あ、マリベル、ナイス。ヒッピー10上がったんはいいね。マヌーサ、いいじゃん。じゃあ、宝も回収できたことやし、ちょっと一回これ出れるよね。あ、出れる。よかったよかった。あ、ここまで出るんね。オッケー。じゃあ、宝箱の部屋まで回収できたし、時間もいい感じだと思うので、次回また中のね、ところからちょっと始めていきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。